両チームの選手が現在入場しています。まあ、その丸山が長期離脱ということで、J1 リーグの第16節名古屋グランパス対ベガルタ仙台の一戦、前半がスタートしています。ここはファールなし、マルティノスと吉田のマッチアップでしたが、うん、さあマセがここまで上がってきて、中二枚だ、さあマルティノス、マルティノス、ラッキーラック、マセのクロス最後合わせたのはマルティノス、そしてランゲラック、ナイスセーブ。米本、西村のマッチアップですが、さあ西村から皆川、マルティノス、マルティノス、ホギーニョが追い越して、マルティノス右足のシュート、今シーズン公式戦3ゴール目。まあ、これ仙台の方が逆に相手陣内でこうボールを奪って、皆川もこれワンタッチで落としたボールで、このホギーニョのこのオーバーラップ、これが結構効きましたね。これでちょっと、木本が少し、木本吉田が少しね、これ釣られたんで右流れたまま右足振り抜きましたけど、ちょっと当たってるんですね、吉田に。柿谷落ち着いて右に成瀬に開きました、はい、その右に前田、そして成瀬、マイナス、前田こぼれて、まあ、スローギクもおそらく山崎がちょっとねブラインドになったと思うんですけど、はい、よくデリベカルドーゾー、ボールを収めました。さあ西村、うん、西村が走る、木本が合う、さあ西村中入れてカルドーゾー、低いボールこぼれて成瀬から森下、仙台の方もしっかり中を締めてますからね、はいはい、さあ中に入ってくる前田、前田、前田、落としてシャビエル、吉田、さあ森下にボールが渡ります、前田が呼んでいる、面白い、相馬、相馬こぼれて、ここは薬物オービク、見事なキャッチ、ここで試合終了のホイッスルです。名古屋グランパス対ベガルタ仙台。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために、 J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。